ヒーローインタビューはバッテリーの2人にお越しいただきました。まず4勝目を挙げました杉内投手です。8回1失点、今日のピッチングに対するご自身の評価というところからまず聞かせてください。いやもう全然良くなかったですけどね、まあ、今日できる、まあ、ことを出し切ろうと思ってマウンド上がりましたんで、まあ、勝って良かったです。ただまあそういう中でもですね、初回の1失点のみに抑える、このあたりがさすがエースだなという気もしますが、まあ、粘り強く、ね、投げれましたし、まさかね、あの山崎君がホームランとは思ってなかったんで、はい、期待してなかったんでちょっと嬉しいです。ただそういう中でも抑えることができた要因というのはどんなところにありますか。いやもう勝木のリードも、ね、あるんですけどね、まあ、ランナー出ても、まあ、バックを信頼して、ね、投げましたし、粘り強く投げれた結果だと思います。昨日和田投手で勝って今日杉内投手で連勝、先週もですね和田投手杉内投手で連勝と、まあ、2週間続けてこういう形になってるんですが、和田投手の好投というのも杉内投手にとって刺激になってますか。いやもうかなり刺激になってます、いいピッチングをするんでね、同級生に負けないように頑張ります。これで4勝目、ファンからしますと今シーズンどこまで杉内投手勝ち星を伸ばしてくれるんだろうとこういう期待もあると思うんですが、いかがですか。いやもう投げる試合全部勝とうと思って、マウンドに上がってますんで、はい、残り頑張ります。ファンの皆さんに一言お願いできますか。また明日勝てるようにチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。見事なエースらしいピッチングでした杉内投手でした。さあ続きまして、今日3本のヒット4打点山崎勝樹選手です。まず5回のホームランからお伺いしましょう。ヤフードームで初めてのホームラン、感触そして打球の行方を見ながら走った時どんなことを考えましたか。いやもうまさか入ると思ってないんで全力で走ってました、はい、この広いヤフードームでのホームランですよ。そうですね、まさか本当に入ると思わなかったんでびっくりしています。あのベンチに帰ってからもいろんな選手から声かけられたそうですけれども、はい、まあ、最近ずっと森本さんのバットを借りてるんで森本さんにだいぶ、激しい祝福を受けたんですけども、まあ、打てて本当に良かったと思います。それとあの第1打席ですね、1対1から2点を勝ち越すツーベースヒット、あれがゲームの中では大きな一打になったと思うんですが、まあはい、結果的に打ててよかったと思います、はい、それにしましても今日3安打4打点、まず打つ方に関してはいかがですか。まあまあ打つ方も、まあ、試合に出るたびにはいろいろ考えてるんですけど、ね、やっぱり、守りの方も期待されてると思うので、それに今日杉内さんが投げてたんでなんとかも、最初失点を抑えることだけ考えて試合は2ノーだと思います。はい、あのこのところ先発マスクの日が続いて山崎選手にとっては大きなチャンスのシーズンだと思うんですけれども、どんな思いで日々過ごしてますか。まあ、できることだけをしっかりやって、まあ、力以上のものはやっぱり出せないんで、今持っているものを、その試合で全部出せるようにとは思っています。本当に今日山崎選手の一打にファンから大きな拍手が飛びました。ファンの皆さんに一言お願いします。またこの場に立てるように、毎日毎日頑張りたいと思うので、また応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーローは投打のバッテリー杉内投手と山崎勝樹選手でした。放送席どうぞ。